アメリカ海軍との対潜水艦合同訓練でも、海上自衛隊潜水艦は、敵役となり、その存在を探知できないとの話を、よく、耳にします。今回は、海上自衛隊潜水艦の、静粛性と機動力を詳しく見ていきます。日本で、潜水艦は、親潮型が古く感じますが、世界から見れば若いんだよ。2023年3月、海上自衛隊では、最新鋭の大鯨型潜水艦の2番艦である、わくげいが、広島県の5基地に実戦配備され、昨年2022年に到達した、現在の潜水艦隊の22隻体制を堅持しつつ、その内容を新型艦へと置き換えている。この今年3月時点で到達した体制の内訳は、最新鋭の大鯨型が2隻、1世代前の双竜型が12隻、2世代前の親潮型が8隻の22隻となっており、その他に練習潜水艦として最古参の親潮型2隻が残されている。ただし、今回の大鯨型の2番艦、わくげいの実戦配備に伴い、2世代前の親潮型の1番艦で、かつネームシップである親潮が、練習潜水艦から退いて、除籍となっており、時代の変遷を感じさせられる。海上自衛隊の潜水艦の場合、これまで、長らく、毎年1隻ずつ、のペースで、新造艦を実戦配備に着かせるサイクルが定着しているため、最新鋭艦から、2世代前と聞くと、かなり古いイメージを持たれるかもしれない。しかし、今回除籍を迎えた親潮でも、その実戦配備は1998年3月であり、その後2015年3月に練習潜水艦に変更された状態であり、通算で使用された年数は25年と、他国海軍に比すれば圧倒的に短い。これは、それだけ日本の海上自衛隊の場合、潜水艦戦力は常に最新のものを維持しようとしていることが伺え、海洋国家としての日本が、その防衛力の要の一つとして、いかに潜水艦を重視しているのかの証だろう。では、今年、初めて除籍を迎えた親潮型について、その後の、竜型や最新鋭の大鯨型も踏まえながら、同型の、その仕様や内容について、それらの礎となった点を含め、改めて振り返ってみたいと思う。まず、親潮型は、基準排水量が2750トン、水中排水量が3500トン、全長が 82.0 メートル、全幅が 8.9 メートル、喫水が 7.4 メートルとなっており、機関には、ディーゼルエレクトリック方式を採用、全11隻が建造された。これが、竜型の10隻目までは、基準排水量が2900トン、水中排水量が4200トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートル、喫水が 8.5 メートルとなっており、機関には、ディーゼルエレクトリック方式に加え、スターリング機関も搭載している。そして、竜型は、残る11番艦と12番艦の2隻は、基準排水量のみが50トンほど増した数値となったが、機関にはディーゼルエレクトリック方式のみに回帰したものの、蓄電池を従来の鉛製からリチウムイオン製へと変更している。さらに、最新鋭の大鯨型では、基準排水量が3000トン、全長が 84.0 メートル、全幅が 9.1 メートルという数値のみが公開されているだけで、他は最新型ゆえに伏せられているが、機関は、竜型の最終2隻と同様の形となっている。艦体の大きさという観点から見れば、親潮型から、竜型は明らかに大型化しているが、竜型から、大鯨型は微増程度ではあるが、通常動力型の攻撃型潜水艦としては、
世界的にも最大のクラスに類する。親潮型、総、竜型、大化型は、共に、線形に葉巻型を採用しているが、それ以前の1971年から、収益した渦潮型、1980年から、収益した夕潮型、1990年から、収益した春氏、尾型は類的型であった。流体力学上の、物理的な見地からすれば、類的型の方が、葉巻型よりも水中航行の上では優位性があるとされているが、海上自衛隊の通常動力型の攻撃型潜水艦の場合、水中での航行速度は最高でも20ノットほどである。そのため、そうした速度域においては実際の運用上における類的型の優位性は低いと判断され、それよりも主兵装である艦首部の6門の 533mm 魚雷発射艦の運用効率を優先し、親潮型より葉巻型が選択されている。その意味では、親潮型は、総、竜型、大芸型と続く現行の潜水艦の形状の基礎を築いた艦級であり、また、従来艦よりも、大幅に、ステルス性能の向上を狙った対策が施されたことも特筆すべき事柄であろう。親潮型までの海上自衛隊の潜水艦は、次艦の発する水中での放射雑音の低減を目指したパッシブソーナーへの対処を基本としていたが、同艦では、能力向上が著しいアクティブソーナーへの対処も盛り込まれた。親潮型は、船体そのものや環境部の側面に対して水中吸音材が施されており、小手にプラスして環境部の外板にも傾斜したものが使用され、音響に対するステルス性能をより高める工夫が行われている。Z99-6 型の統合型の新型のソーナーを親潮型は実装しており、艦首部の円筒アレイ及び側面アレイと栄光アレイソーナーに加え逆さがせ、ソーナーによってこれは構成され、従来よりも低周波数まで対処を可能としている。親潮型に実装されたこの Z99-6 型統合型ソーナーは、続く、総、竜型では改良型の Z99-7 型が採用され、最新鋭の大芸型では、さらにその改良型となる、Z99-7 型へと更新されており、技術革新が続けられている形だ。機関部に関しては、親潮型はディーゼルエレクトリック方式であることは前述した通りだが、前級である春潮型を引き継ぎ、川崎重工業社製の 12V2525S 型ディーゼル機関と、鉛製の蓄電池とモーターを搭載している。親潮型は、この機関部の構成によって、水上では、出力3400馬力で、速力12ノット、水中では、出力7700馬力で、速力20ノットの性能を達成しており、春氏、尾型に比べて、船体が大型化したことから、モーターの性能も向上された。主兵装は、前述したように、艦首部に集中的に配置された、533mm 魚雷発射艦、HU605 親潮型は搭載しており、ここから発射可能な超魚雷は、その門数と同じ6発を同時に誘導可能で、打撃力に関しても、向上が図られている。この親潮型に搭載された、533mm 魚雷発射艦、HU-605 からは、長魚雷だけでなく追艦、対地攻撃も可能なアメリカ製のハープーン巡航ミサイルも運用が可能で、加えて、ここからは、自走式の機雷の敷設も行うことができる仕様となっている。親潮型実戦配備された、1998年から2008年までの時点では、海上自衛隊の潜水艦隊の定数は16隻体制であり、
実戦配備16年後に2年間練習潜水艦として運用された後、合計18年間で除籍となることを前提としていた。しかし、2011年度の防衛大綱の見直しによって、主として中国海軍の造成が懸念事項として対策が求められたため、そこから22隻体制プラス練習潜水艦2隻の体制に変更されたため、親潮型全11隻は、すべてに改修工事が予算化された。親潮型の最終の11番艦である、持潮の建造費用の総額はおよそ420億円であり、これは、最新型の太平型の場合、1番艦、太平が同およそ800億円、2番艦、枠芸が同およそ720億円と、高騰は続いている。親潮型以後の、そう、流型の1番艦から10番艦までは、前述したように、機関には、ディーゼルエレクトリック方式に加え、スターリング機関も搭載した、ハイブリッドな非待機依存推進となったが、リチウムイオン蓄電池の実用化で、これも終わりを迎えている。そう、流型の最終の2隻と太平型は、蓄電池にリチウムイオンを使用することで、オーソドックスな通常動力型潜水艦の機関構成に戻った状況だが、海外の同様な潜水艦の需要を俯瞰してみると、依然非待機依存推進の需要が高いようだ。インド海軍も、今後調達を計画している通常動力型の機関部には、非待機依存推進を条件に含めており、今後、どの国の潜水艦が受注を勝ち取るのかにも、注目が集まっているが、日本のトレンドが、その中で世界基準とはなっていない、感は強い。